新たなる挑戦の息吹がエンターテイメント界に鮮やかな波紋を広げています。滝沢秀明2バイトの加入は多くのファンにとって待ち望まれる瞬間であり、これまでの彼らのキャリアに新たな転機をもたらすことが期待されています。ソンナムテレビではこの注目すべきアナウンスに関する情報をお伝えします。ナンバー I の22日に行われた2バイトへの移籍発表は音楽業界において驚きと興奮をもたらしました。彼らの最新ミニアルバムナンバリングのビジュアルが5月27日に公開されたことでファンたちはますます期待を高めています。インスタグラムを通じて公開されたビジュアルではカーゴパンツに藍色のアウターをまとまった彼らのファッションが映え、神宮寺勇太をセンターに据え、左に平野紫耀、岸優太が立つ2枚のカットが投稿されました。これにより、彼らの新たな姿に対するファンたちの期待は最高潮に達しました。さらに、ファンの興奮を高めるために、プレオーダー期間が本日午後11時59分までと告知されました。2024年4月22日までに予約注文を行ったファンは、2024年5月27日の発売日にアルバムを手に入れることができるとのことです。この告知からわずか30分後には、500件を超える興奮のコメントが投稿され、SNS 上で瞬く間に拡散されました。滝沢秀明2バイトの加入により、彼らの世界進出への野心がさらに具体化されています。彼らのアジアでの活動拠点を確立し、新たな市場での成功を目指すという彼らの野心は、業界内外で注目されています。これまでの彼らのキャリアは、そのダイナミックなパフォーマンスと独創性によって称賛されてきましたが、今後はさらなる高みを目指す新たな一歩が始まります。滝沢秀明、2バイトの今後の活動には、世界中のファンが大きな期待を寄せています。彼らの音楽性やパフォーマンスの進化に注目しながら、彼らがどのように新たな挑戦に取り組んでいくのか、今後の展開がますます注目されています。岸優太の最新のアクションが、ファンの間で大きな注目を集めています。彼は4月22日に自身のインスタグラムのプロフィール写真を変更し、その強烈な個性が話題を呼んでいます。岸優太は14日に自身のインスタグラムアカウントを開設し、初めてのプロフィール写真として、自分の面白い表情を捉えた写真を選んでいました。しかし、22日に岸優太がインスタグラムのストーリー機能を使用してプロフィール写真を変更すると、ファンたちは驚きました。彼が選んだ新しいアイコンは、ナンバー、愛の楽曲、藤のパフォーマンス画面から切り取ったもので、そのかっこいい姿にファンたちは興奮しました。この急なアイコンの変更により、岸優太の個性とセンスが再び脚光を浴びることとなりました。彼の SNS 上でのプレゼンスがさらに強化され、ファンとのつながりが深まることは間違いありません。今後も彼の活動から目が離せません。X のアイコン変更も、ファンたちの間で大きな反響を呼んでいます。岸優太に続いて X がアイコンを変更し、その後に起こった出来事は、彼らの個性と魅力をさらに際立たせるものでした。X は自身のインスタグラムで、わら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 というストーリーを投稿し、その後、以前から使われていたドアップ変顔の写真にプロフィール写真を変更しました。これにより、ファンたちの注目はさらに高まり、岸くんアイコンや、岸優太 X などの関連ワードが複数のトレンド入りしました。岸優太らしい独自のスタイルとセンスが、再びファンの心を掴んでいます。さらに、先日の海外進出に関しても注目が集まっています。ナンバー、愛がカリフォルニアでのパフォーマンスを成功させ、世界中の注目を浴びたことで、彼らの可能性が再確認されました。以前は英語が話せない、身長が足りない、年齢的に遅いといった声も上がっていましたが、そのような固定観念は打ち破られました。ロスの空港には信じられないほどのファンが集まり、特に中国や韓国などのアジア人のファンが目立ちました。彼らの登場によって、会場は一気に興奮の渦に巻き込まれ、芸能関係者によれば、一部ではパニック状態になるほどでした。このような彼らの活動は、単なるアーティストの枠を超えて、世界的なムーブメントを巻き起こしています。
彼らの挑戦的な姿勢と情熱は、さらなる成功を約束しています。これからも彼らの活躍に期待が高まるばかりです。確かに、ナンバー、愛のメンバーたちは長い旅の疲れを感じさせず、ファンとの交流に真摯に向き合っていたようです。彼らの神対応は、ただ単にハイタッチするだけではなく、握手やサインにも丁寧に応じたと報告されています。これは日本では考えられないことかもしれませんが、その姿勢から彼らがどれだけ感激していたかが伺えますね。彼らがこのような対応をした背景には、ファンへの感謝の気持ちや、彼らとの絆を大切にする姿勢があるでしょう。彼らのパフォーマンスだけでなく、その人柄やファンへの心配りも、彼らを支持する人々の心を掴んでいる要因の一つと言えそうです。長旅の疲れを感じさせない彼らのパフォーマンスと神対応は、彼らが世界中のファンに愛される理由の一端を示しています。彼らの活動には今後も期待が高まりますが、その一方で、彼らの謙虚さやファン思いの姿勢がこれからも維持されることを願ってやみません。平野紫耀らが参加したコーチェラフェスティバルは、世界最大級の音楽ライブイベントとして知られています。1999年から続くこのフェスティバルには、過去にはプリンス、ビヨンセ、ビリー・アイリッシュなど、数々の世界的なアーティストが参加してきました。日本からは、宇多田ヒカルさんや XJP、Perfume なども過去に出演していますが、今回はデビューしてから半年も経っていないグループが出演したことは異例の出来事でした。さらに、今回のライブで2曲目に披露された直後には、香港出身のアーティスト、ジャクソン WANG とのコラボレーションもありました。ジャクソン WANG は、韓国で BTS と共に K、ポップ第三世代として人気を誇り、日本でもソロのミニアルバムが1位を記録するなど、グローバルで活躍しています。彼のインスタグラムのフォロワー数は3300万人を超え、今回が3度目のコーチェラ出演となりました。この特別なコラボレーションについて、音楽関係者は高い評価をしています。ジャクソン WANG との共演により、ナンバー愛は世界に強烈なインパクトを残したと言われています。ジャクソン WANG も彼らのパフォーマンスに感銘を受け、観客からも注目を集めました。特に平野紫耀のダンスは現地の音楽関係者たちを驚かせ、会場にいた人々からも、センターのブロンドの子は一体誰?といった声が上がったそうです。平野紫耀らのダンスの才能とパフォーマンス力は、国境を越えて多くの人々を魅了し、彼らのグローバルな活動の可能性を示しています。今後も彼らの成長と活躍に期待が高まるばかりです。アジアの音楽シーンにおいて、平野紫耀の歌唱力とダンスが大きな注目を集め、特にコーチェラでの彼のパフォーマンスは最大の発見と称賛の的となりました。彼らの世界進出が予想以上に早く進んでいると感じる声もあります。結成して半年も経たないうちに、彼らが世界で注目される存在になったことは、BTS を超えたとさえ言われています。これに関して別の音楽関係者は、平野紫耀は海外進出を熱望していた。ジャニー喜多川に直談判し、その機会を待っていたが、ジャニー喜多川が亡くなり、先行きが不透明になった時も、常に世界を意識して新たな環境での活動を始めた。彼の強いこだわりの根源には、母親への深い思いがある。基本的に彼が頑張るのは母親のためだと述べています。平野紫耀は2018年5月にデビューしてから6年後、ついに世界の舞台にその名を刻むことができました。彼の成長と成功は、母子家庭で育った彼の強い意志と母親への感謝の気持ちに支えられています。彼の物語は、努力と情熱があれば、どんな困難も乗り越えられることを示しています。滝沢秀明氏は、2倍と代表として精力的に活動しています。平野紫耀らのナンバー、愛をアメリカの野外音楽フェスに送り込んだ後、中国にパルウィボウ、中国版 SNS の運営会社を訪れました。2倍とは、設立から1年余りしか経っていませんが、滝沢秀明氏は所属タレントやグループの海外進出を本格化させる計画を進めています。彼は23日に自身のウィボウを更新し、
中国にあるウイボイの運営会社を訪れたことを中国語で報告しています。実は、ミバイト所属の7人組アイドルグループインプは21日に中国四川省で開催された中国最大級の音楽フェス、チョントゥーストロベリーミュージックフェスティバルに出演しました。滝沢秀明氏も現地入りし、彼らをサポートしていました。音楽関係者によると、滝沢秀明氏は海外ビジネスに精通する実業家からレクチャーを受け、海外ビジネスを成功させるノウハウを学んでいるとのことです。インプと他の所属グループを立て続けに、海外の音楽フェスに出演させることに成功した滝沢秀明氏は、その手腕を存分に発揮しています。彼の積極的な取り組みは、ミバイトの海外進出計画が着実に進んでいることを示しており、これからの彼らの活動にますます期待が高まります。滝沢秀明はかつて、ジャニーズアイドルとして活躍し、タッキー翼としても大きな成功を収め、NHK 大河ドラマ、義経では主役を務めるなど、俳優としても活躍していました。しかし、2018年をもって芸能活動からは身を引き、事務所内で後進の育成に専念していました。その後、滝沢はミバイトを設立し、3月14日から17日までの4日間にわたって東京ドームで開催された、NHEROES ミバイトファーストスーパーライブにて、ミバイト所属のすべてのタレントが登場し、延べ22万人もの観客を集める大成功を収めました。そして、このイベントの初日である3月14日に、公式サイトでウィンクファーストの決めなりが発表されました。しかし、その発表されたウィンクファーストの写真について、業界内では騒然とした反応が広がりました。写真に写るのは青と白を基調とした衣装を着た11歳から13歳の少年たちでしたが、彼らの幼さと従順な印象から、ジャニー氏の性加害問題に関連する被害者たちの姿を連想する人が少なくなかったと言われています。もちろん、滝沢がジャニーズムの暗部を踏襲しているわけではありませんが、新たなアイドルのデビューに関する一連の出来事が、世間に深く染みついたイメージを呼び起こしたことを示唆しています。映像プロデューサーは、世間に染みついたイメージというのは、なかなか払拭されないものだと感じましたねと語っています。滝沢秀明氏は、ジャニー氏のように第二の父のように後進を育ててきました。彼の経験から得た育成方法は、大きく旧ジャニーズスタイルに影響されているとされています。一部では、ジャニーズ事務所の変革が受け入れられるか心配する声もありましたが、ミバイトのイベントを通じて大きな違いを感じることができました。例えば、バックダンサーに女性が参加し、ナンバー外でもダンスを披露する姿が見られたことは、旧ジャニーズではほとんど見られなかった光景でした。ミバイトのオーディションの募集要項には男女の記載がなく、実際に女性が参加していたという情報もあります。これは今後、発表される研修生グループに女性が加わる可能性を示唆しています。映像プロデューサーは、滝沢秀明はこれまでの良いところは残しつつ、新しいことにも挑戦している。6月には東京有明アリーナで、インプ北山博光さん、ナンバー、I、三宅健さんらが計14公演を行う予定と語っています。このような動きから、滝沢秀明が女性を含む新たなグループに挑戦する可能性も考えられます。今後の彼の活動に注目が集まっています。